さあ本日のハイライトです。初回香川オリーブガイナーズ成瀬選手の先制のレフト前タイムリー、はい、あこれ石川選手も、ね、立ち回りちょっと苦しかったですね。さあ続くバッターをここはゲッツーで切り抜けて、初回は満塁ピンチありましたが1失点で失点しのいだんですけどね、はい、3回で。さあ続く3回石川選手またピンチを作って成瀬選手ここはセンター犠牲フライ、寺岡が三塁に投げたんですがここはセーフというところで2点目を失います。インディゴソックス。さあ続くバッター田川選手にも右中間を抜かれ、ここ三塁打ですね。この辺りで、はい、まあちょっと一番深いところ抜かれちゃいましたから ね。田川選手もナイスバッティングということで、うん、3点目のタイムリーヒット。さあ続く長峰選手にもライトへ打たれました。はい、うまく合わされました。増田選手もねこれ、はい、惜しかったんですけどね。惜しかったんですけどね、まあ、ちょっとこれはギリギリのプレーというところであれでしたが、はい、さあ続く3回の裏牧内が初ヒットですね、はい、インディゴの初ヒットサード強襲の内野安打。牧内やっぱでも触れてましたね。はい、触れてるですね。さあ5回さあ北村がセカンド送球刺しました。いやこれはナイスボールでしたね、はい、これですね。さあ6回宮下選手がまたセンターへの犠牲フライ、うん、これで5点目をインディゴソックス失います。さあ今日投げた6回投げた柴選手もちょっとね制球が定まらなかったですね。ちょっとバイバイ、あれでピッチでこれは反らしてしまった、はい、6点目ということで。さあサードランナーが生還。さあ7回、さあこの回からマウンドに上がった杉本ですがしっかりこの回を三者凡退抑えました、はい、1人目三振でしたね。このちょっとフォーム変えたかところ で、ね、はいはい、うまくはまってきてるのかなっていう感じはしましたね、うん、今日ね、まあ、こういうリズム乗っていけるかなってところだったんですけど。そうですね、はい、さあ3人目もファーストゴロ打ち取って 3-1 の連携もしっかりしている方ですね、はい、さあ最終回徳島ツーアウトからランナー出しましたが大野は